はい、どうも、オークポンでございます。本日はですね、体の音と、あらら、こちらですね、新規上場してから、まだ2週間ぐらいですか、3週間目に入るんですかね、そのような株でございます。こちら、体の音ですね。で、あららは、一昨日、今日上場3日目ですね。で、初日は寄らずに、昨日寄ったと。で、今日に至るというところでございます。でですね、私ですね、体ノートはですね、これ下がると思ってたんですよ。なんですけども、今日、場が開いてから、あれと思ったんですよ。実は今日ですね、上場したミッドホールディングスっていうのがあるんですけど、これが板が合わずにですね、朝の時点で、これはダメだろうっていうぐらい、買いとね、売りが合わなかったんですよ。で、今日の終値時点で1587円で板があって116万4200株の買いとに対して15万6200株の売りで終わりました。で、値段はつきませんでしたというところでございます。で、これがあったので、これは朝のうちね、体ノートに資金が入るなっていうところで、実は朝一エントリーをして、何度かね、エントリーをし直して、利益を確定しながらね、ポジション今ないんですけども、そういうことをやりました。朝一だと、これか。ここなんですよね、まず。まず、ここで、朝エントリーをして、もうここで利益をね、さっそうと確定してですね。で、次ですね、またこの辺でエントリーをしたんですよね。この辺かな。こっちかこっちからエントリーして、やっぱりちょこっと上がったところでやめてみたいなことを繰り返しました。で、よくよく考えたらですね、この終盤午後になって、こっから5番なんですよ。この辺から12時半過ぎなので、こっから5番なんですけど、こっから急速に上がってますよね。急速というか、終わりに対してね、15時に対して上がってます。で、ここで1800円くらいのものが、1935円と。1枚持てれば1万3500円の儲け、手数料を抜きにしてね、の形になります。で、これぐらい上がったって、なんで上がったのっていうお話なんですけど、まず、先ほどのですね、1016のミッドホールディングスが、これが寄らなかったっていう一つの要因。もう一つは、アララっていう会社に対しての、アララが1015ですね。で、1014の体ノートっていうのは、体ノートは就活ビジネスっていうところで、就活っていうのは終わりの、活動っていう書くのかな、なんですけども、これ、なかなかその、なんていうんですか、身内の、亡くなった後とかっていうのを、身内同士でお話をするっていうのはなかなか酷ですよね。なので、会社がですね、体ノートさんが入って、そこで仲介に入りながらですね、落としどころを探して、で、決着をしていくっていうね、大まかな流れだと思うんですけど、そういうことをしているので、ここに資金が入ったんじゃないかなと思っております。で、ここに資金が入ったもう一つの理由としては、やっぱりコロナかなっていうところ。で、いろいろね、このスピリチュアル的なお話になってしまうんですけど、インドの預言者がね、コロナで何億人亡くなるとかね、他の方も、なんかインドの預言者だと思うんですけど、で、他のなんか、そういった預言者でもないかって、経営者が、そのコロナっていうのはこの冬ね、猛威を振るうだろうみたいなね、お話が出てるんですよ。もう一つのいい話っていうのは、あれなんですけども、コロナに対してはですね、実はもう12月中にですね、アメリカの方でワクチンが投与されるんじゃないかなっていうお話も出てますので、どっちがいいのか悪いのかとか、どっちが本当か嘘かっていうのは、ちょっと今の時点ではね、情報が錯綜してて申し上げられないんですけども、そういうね、裏と表の情報が出てますよというところでございます。で、その裏の情報ですね、コロナが流行ってしまってそういう形になったんであれば、この就活ビジネスっていうのに火がともり、資金が入りですね、まだまだ上がるんじゃないかなっていうところで、買いが集まったんじゃないかなと思っております。はい、それではですね、また明日の相場に備えてですね、
本日は就寝をしようかなと思います。明日はですね、ジオコード、こちらが上場しますので、こちらですね、また見ていきたいと思います。明日はこのジオコードは寄るんじゃないかなって勝手に思ってたりね、あららは寄らないんじゃないかなと思っております。はい、勝手な推測です。それではまた。